お疲れ様です。お疲れ様です。今日の試合振り返ってお願いします。今日の試合は立ち上がりからすごいチームとして良くて、勝ち点差にこだわった試合だったので、勝ち点差が取れて良かったです。次の試合に向けてお願いします。次の試合もまた全員で勝ち点差を取れるように、次の練習からまた頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。